あれ、純平くん？ああ、風花じゃん。何してるの？こんなと。いや、別に。浮かない気分の時はよく来ちまうんだよ、ここ。そのスケッチブック。千鳥と初めて会ったのここなんだ。風花はなんでここに？家に帰ってたの。最近ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花変わったよな。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そっかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平くんも変わったよ。ゆかりっちにも言われたけどさ、それでも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかカッコつけんなとか一人で騒いでてさ、みっともねえったら。そんなことない。でもマジ怖かったんだよ。てか今でも怖え。けど考えてみたら迷ってる場合じゃないって気づいた。影時間のこともし全部忘れたら、千鳥のこととかも忘れちまうだろ。俺あいつがいなかったら今は生きてないからさ。それだけは死んでもノーだ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。風花。でもね、だからこそ私、みんな本当は掛け時間だって普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ。けど私たちはペルソナに目覚めて今こうしてる。この先どうなるかなんてまだ何も決まってない。今のこの思いに正直でいたいの。今の思い。やっぱ優しいな、風花は。行くか、みんなで。Somethink.
Thank you.
ちょっといい？おはよう。ねえ、聞いて。アイギス、今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れな。じゃあね。ご心配をおかけしました。いやー、よかった。丸1ヶ月だもんな。心配し、私も万が一のことになったらどうしようって。私は機械ですから、全損したとしても、仮に全てがなくなってもアイギスという仕様は残りますから。ああ、自分はそんな言い方しなくたって。カンチにはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからな。本当にご迷惑をかけて、ラボの方へはミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。お元気でしたか？って元気なはずないですよね、こんな状況。ごめんなさい、私が10年前のあの日、私、あなたに。でも、私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなく。涼二君が言ったこと、出された選択の答え。お願いがあります。明日涼二君がやってきたら、彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるこんな辛い記憶なら消す。たとえそれで私のことを。ちょ、アイギス、戻ってくるなり何の話よ。本当だぜ、アイギスらしく。どうしたんだ、アイギス。私、何のためにここに。シャドウから皆さんを守るのが私に当たる。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私、どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても涙を流すことさえできないの。
イニス。どうして無駄と分かってて戦おうとするんです？どうして一つしかない命を、そんな命を投げ出すようなこと。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。はい、わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何でも誰も答え。そりゃ当然だ。生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると、何とかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らは何とか進めんだよ。そんなもんですか。私、気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイニスを忘れるなんて絶対できないよ。フーカさん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか。もう随分変わったさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の。私に命じられた目的が今わかる。私は生きろと命じられた機械。命じたのは私自身。アイギス、怖くても生きてみよう。私は私と やり方なんてわからないけど、それも多分生きることなんですね。私も皆さんの仲間に入れてもらう。当たり前だろ。たく前からだっての。ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さん、たとえ何があっても。